はい。質問なんですけども、ブリーチで一番好きなキャラクターは誰ですかって、なんでそれを聞くかな。まあけどね、個人的に聞きたいんでしょう。これちゃんと刀用意したんですけども。そうですね。私もブリーチはね、もちろん大好きなんで、ブリーチで一番好きなキャラクター。そうですね。まあちょっと、こういう形状のね、刀をちょっと、持っといてなんですけども、やっぱ五帝十三隊のね、11番隊、第三席。マダラメ一角。彼が私が好きですね。ご存知ですか、ツッツルパゲでね、目にちょっとこう赤い模様が入ってるんですけども、ああいうね、なんかこう、わかりやすい、こう、キャラクターが好きなんですよね。で、特にやっぱこう、11番隊っていうのは、ザラキケンパチ率いる戦闘教集団って言ってね、すごくこう、わかりやすいじゃないですか。戦うことに、やっぱ特化した、部隊っていうのもいいし、一角のね、挽回がまたかっこいいんですよね。で、彼が普段使ってるのは、こう、槍状の、三節痕なんですけども、挽回すると、こう、龍門ほずき丸って言って、こう、でっかいね、シルエットが大きく変わって、両方にこう、鎌みたいな、もうほんと、やつ持ってて、で、こう、戦えば戦うほど、こう、攻撃力が上がっていくっていうね、ああいう、こう、戦闘強にふさわしい、能力と、まあ、絵面がね、一致してるっていうのがやっぱこう、好きやなって思いますし、これ一角自身がね、作中でも言ってる通り、やっぱ、戦って死ぬなら、ザラキ隊長のね、元で戦って死にたいって言ってるあのセリフもかっこいいなって思うし、最初から最後までこう、ぶれないところがね、私は大好きですね。ああ、いいね。はい。